ドイツ代表フォワードミュラー完敗宣言。日本はトップ10に入るチーム。ドイツ代表のフォワードトーマス・ミュラーが、日本代表戦後にコメントを残した。ドイツ D サイトが伝えた。ドイツ代表歴代4位の出場数を誇るベテランのミュラーは日本戦で1点ビハインドの後半、71分から途中出場したが、さらに2失点した中で試合終了のホイッスルを聞いた。試合後、ミュラーは日本のプレーぶりは素晴らしかった。彼らは世界のトップ10を、トップ10に入るチームであることは間違いないと森保はじめ監督のチームを称賛し、そして、現時点で僕たちはそこにいないと、今回の結果が実力を反映しているものだと認めた。また、FIFA ランキングでは15位のドイツだが、実際は異なると、現在のドイツ代表が世界ターンオーバー P15 に入るレベルではないことを強調していた。ミュラーの言う通り、先のワールドカップの日本の最終順位は9位だったし、今朝の試合でさらに進化していることを証明した。ドイツはさらに衰退してしまった。この差は明らか。ドイツは実力動向っていうより連携が取れてない。ヨーロッパのチームにはある程度勝負できる気がする。個人技主体の南米やスピード豊かなアフリカ勢、あとは引いて守る相手に勝てるかどうか。ミュラーの言う通り、先のワールドカップの日本の最終順位は9位だったし、今朝の試合でさらに進化していることを証明した。ゲルマン魂のゴンゲみたいな選手がミュラーを最後にいなくなってしまい、なんとも寂しい。大エースミュラーがここまで言うのは嬉しい反面、悲しい気持ちもある。バンバンゴール量産してた闘志あふれるミュラーが、こんなしょんぼりするのは見てて辛い。皮肉が好きなミュラーがこんなに塩らしいコメント残すってよっぽど。ミュラーに褒められるのは嬉しい。